皆さんこんにちは、料理開拓人の堀田祐介です。森道市場であるイートビートのこう試作を行ってるんですけど、見てください、これめちゃくちゃでかい巻き火台ですね。これをオリジナルで今回のためにインザパークさんが作ってくれたので、これを使う様子を今から見ていただこうと思います。どんな感じでこれが焼けるのかご覧ください。どうぞ。はい、こっち溶接してます。はい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 、溶接してない方。何種類か手でできるようにそのまま停止させてもらって、そこで毎回やってみます。こんな感じそしてある、うん、はい、なるほど。ない方に全部手袋をして、はい、順番に合わせて、これ上から行った方がやりやすいです。やっぱりあんまかんない。どっちでも。あ、めっちゃ効率的っすね。左右でバランスちゃう。試作とか申し上がります。それ植えちゃう。植えた、うん、これは植えか、うん、これ、まあ、本当はもっとこうピシッと合わせて、その日の順番に合わせていけば合うんですけど、あ、今どうしますよ。このまま締めて、大防制限で合わせて順番に締めて。そんな忙しい。この日が今みたいな。ここかな。この中の。いやそれは違う。あばらの外側ちゃう。まっすぐ下まで。多少出てもいいと。まあでもこの4点が開いてたら、もうちょい開けた状態でマックスの状態で通さない。それを開いて刺さなかったんでしょ。そうそうそう、それで行って、ここちゃん今入れ歩でそこに入れ歩できた。そうやな。もしそのここで入れちゃう、うん、入れちゃおう。これはカメちゃん、それずっと持って焼く。同じ熱自分にも加わってる。あ、ここに中央にぶら下がってる。いや、こいつらが4面いたら、そうだね、結構な暴風にはなる。そうめちゃくちゃ怖い。あれ回そうぜ。ちっちゃい鳥さばきます。ちっさい鳥はどうね、あのさっき言ってたこれに一回バラしてみましょうか。そうこれと様子見でいって、今作ってるんですか。あ、そうか。いや、まあ、ほんまね。で、ちょうど真ん中ぐらいにしてもらって、でこいつでロックです。いい。黒ひげが飛び出すから。引っ張っちゃうから。ね、ビュン出てこない。まだ。内臓が飛び出すよね。内臓。多少火が出てる状態でスタート。上がっちゃ危ないよ。早めに焼けるよ。めちゃめちゃ静か、最高。タイでウィスキングしとるやん。何のあれもなくやり始めるから教えてくれたい。お願いします。喋らない分、調理でアピールしてくる。ラーメンのおじさんが。ほんまや。初めて来た時、浄水どこですかって言われたら、え、聞いたら、え、みたいな。全部別に、みたいな。カメさん、あれちょっと丸焦げになってます。今ここが抜けてて、こいつが下向いた状態で止まってる。ここは回ってるけど、こういうのもね、はい、なんとこっちに行ったから、あっちもする、ちょっとお箸もやって、そしたらこういう自体で燻製パイナップル、グレープフルーツはありません。どうなるの、焼く柑橘丸焼きしたらいい。まあ、あ、でも美味しいです、美味しいです。
まで焼けてるか分かんなくなっちゃった。これ5メートル。別にこの大きさでなくてもいい。T シャツとか、ファイヤーとか。いい感じ。焼き霜ね。もうちょい行こうか。いいところの調整を。絶対美味しい。絶対美味しい。いいじゃん。はい。しないと無理です。それは真鍋さんが、カンちゃん焼きやってもらえませんか。なんだろうね。本当に。やってください。やってください。お。うわあ、いいね。ホタテ。贅沢やな。これ贅沢なスープですね。えらい贅沢なスープ。だいぶ贅沢。いろんなものが盛り込まれて、これ多分美味しいわ。大根は甘みあるか。ね。綺麗。これ美味しいわ多分。緑焼け欲しい。なんか缶ビールかなんか挟む。そういう感じだ。これでどう？これ。うわ、なんだこれ。もうやらない。そうですね。行ける。行って待ってお尻からもう一回戻ります。いいじゃない。高橋さん。考えてこの辺ですかね。あ、いいですね。あのお酒屋であれ残ってたものの中のとこポンと掘り込んで、なるべくちょっと酸も一緒に煮出して、今度煮詰めていくんですよ。今触ってるさ、ああ、完全に乾燥してるタイプの薪だけど結構使いましたね、これ今日。このコクブタのやつ何本ぐらい？髪食い OK なんで、髪食いでなくなるよ。なくなりますか。これだと早すぎた。撮影します。撮影しますよ。ちょっと吉田さん、どうですか。もちろん、美味しい。冷えちゃう。ちょっと私の中でも。どれだけ頑張ってくれるかを判断する。なんか楽しんでください、そうそうそう、写真よろしくねっていう。そうそうそう。できそうすぎるババさんみたいな。ババさんはおい、あんたもう これ使って、写真今じゃないですか、撮影。いいの、今行っていいの。切るって言ってる。あ、切る。仕事終了中です。まだですよ。まだ、綺麗には入ってるけど、まだ綺麗に入ってる。バリバリ言ってる。ここ皮が硬くて中がめっちゃジューシーだから、音はなんていうかな、すごいグロテスクですよ。こう生き物を切ってるっていうか、解体してる。トルティーヤ2個。2個だけか。中膨らむ。うまっ。大きいすぎる。皮もうちょいやな。皮は増えないですね。もうちょいやな。こういう切れ方。